もう我々がね、1年間通してやってきたことを表現しようと、それ以上のこともできないし、でやっぱり、誰が出るか分からない中で、さっきも、ねおっしゃったように、その出た人が責任持ってサガン鳥するという、やってきたことを表現する、まあ、そういう1試合にしたいと、なので、その出るための努力、作業は、この1週間、皆さんで、しっかりと、まあ、我々に見せてほしいという表現はしました。あとはですね、まあ、勝ってもう1個順位上げるチャンスがあるんで、まあ、そこまで、7と6、その大差は変わらないかもしれないけど、僕らにとっては大きな差なので、そこを目指してしっかりと頑張りたいというのと同時に、最終節でね、満員のスタジアムで、完売ということを聞いてますんで、そんな中でプレーできる喜びだったり、そういう、なんていうんですかね、選手冥利というか、我々も関わっている、そういったものを同時に尽きるなと、ファン、サポーターが一年間応援してくれたおかげで、ここにいると思ってますんで、そういったものをしっかりと、形で、プレーで表現したいと思ってます。まあやっぱり自分たちは前からアグレッシブにいく攻守において自分たちからアクションを起こすサッカーをずっとやってきたので、まあ、そこのところ少し鹿島戦は受け身になってしまったなというのがあったんで、まあ、本当にラスト1試合本当に今まで自分たちがやってきたことっていうのを全て出し切ってサガン鳥栖のサッカー見てて楽しいなだったり本当にこれからもずっと応援したいなって思ってもらえるような風な戦いをしたいなというふうに思います。そうです、本当にこのメンバーでできるのはもう残りわずかですし、やっぱりこのチームに来てよかったなとかこのメンバーでサッカーできてよかったなって思えるような1年にしたいですし、まあ、そのためにはやっぱ最後勝って終わるか負けて終わるかでだいぶ変わってくると思うので、まあ、そういう意味でも次の試合っていうのは本当に大事な試合だなというふうに思います。やっぱり最後の試合っていうのは、チームの集大成だと思うので、今までチームがやってきたことを全面的に出すだけだと思うので。必ずこう勝てるように僕たちも頑張りたいと思います。そうですね、本当にいい時も悪い時も本当にサポーターの皆さんが僕たちの後押しをしてくれて、こういう順位にいると思いますし、そういう人たちのためにも、まあ、得点だったりアシストだったりそういうところもそうですけど、やっぱり一番は戦う姿を見せたいかなと思います。